はい、おはようございます。いくチャンネルです。今日は、クックドゥの今日の大皿肉味噌キャベツ、これを作っていきます。材料はミンチ、キャベツ、そしてまあちょっとこれ切って冷凍してたネギ、これを使ってこの肉味噌キャベツ作っていきます。はい、じゃあフライパンの方に移動します。今日からね、変わったのがこのフライパン、新しくティファールのフライパン、いいの、ね、使ってます。これはね、通訳さんがプレゼントしてくれました。毎日自炊してるっていうんで、このフライパンがいいのが欲しいって言ってたら、サプライズでこれもくれました。ねえ、これがね、はい、これ一旦これは取り出しておきます。そして一回ちょっと油をちょっと入れて、はい、ミンチを入れます。で、これが、こんな感じかね。やっぱりフライパンがいいんで全然焦げつかないね。これを入れます。これは簡単だね。もうなんかね、混ぜるだけ、炒めて。キャベツを、ね、ね、こんな感じですからね、肉味噌キャベツ、うまそう。これはあれだね、ご飯の上にのせて肉味噌キャベツ丼ができるね。ね、これうまそうでしょ。
肉が。いい感じ。いい感じ。はい、今日は肉味噌キャベツを作っていきました。これは、2回ぐらいに分けてご飯と一緒に食べていきます。はい、肉チャンネルでした。バイバーイ。